を外側から取ってあげて、ソーセージの柔道のコツを使うと打撃にも対応しやすくなります。ソーセージの柔道はもともと打撃にもですね、使えるように作られているからです。ではやっていきたいと思います。まずはですね、支え吊り込み足からいきたいと思います。支え吊り込み足というのはですね、組んだ時にこうかける技っていうふうに、思われていると思いますけれども、相手の殴り方、こう棒を持ってこう殴ってくるような場面ですね、に対して有効です。では、相手が、殴ってくると、でこれを一回止めてからというよりは、この来たやつに対して、はい、こんな感じですね、体を相手の前から少し出してあげて、そしてかけていきます。はい、では今度は体落としもやっていきたいと思います。普通にですね、この見ながら避けて入ろうとすると、これを手を取ろうとするとですね、絶対入りませんので、ここで間合いでですね、体落としの間に先に入っていって、最後に真ん中に入ると、そんな感じにしていただくといいと思います。じゃあ今度はお外刈りをやっていきたいと思います。今度は殴ってくる相手にですね、お外刈りをかけていきたいと思います。じゃあ殴ってくる相手に対して、ここでお外刈りのポイントに入って、投げていきます。これもポイントはですね、この突きを避けて当てようと思ってもダメですけれども、ちょうど間合いをうまく、ね、直接してあげて、触れたらかかるぐらいのところに入ってあげるのがポイントです。外側から入る方法もやっていきたいと思います。今は内側から入っていきましたけれども、今度は外側からですね、相手がパンチが来たのを外側から取ってあげて、投げるという方法もあります。はい、こんな感じでですね、実践的にも結構使えるんじゃないかと思います。